ノ瀬家の題材、星1。タコピーを鬼杖というクソコラが一定数はやったことや、タコピーの現在クソ激烈にお上手に胸クソを書くことに成功した作家の最新コミック作品。この作者はタコピーの現在によって胸クソ漫画のファンタジスタという評価を持っているので、どんな漫画を描いても不安しかないのだが、その作者が持っている前評判だったりファンが認識している部分を分かってて秒いているように見える部分がいやらしいすぎるし前半からもう不安しかない。主人公はなんか乗っている車が事故った家族であり、なぜか全員記憶喪失になっているということから、改めてまた家族してて少しずつ記憶が思い出せればいいねというもう暗い未来しか見えないクソ笑える冒頭を表現してくれる漫画。これはうちらおまんじゅうがこの作者の性癖を知っているからコメディとして笑えるのぜ。例えるならドラッグオンドラグーン1をプレイ済みでのうちらからしたらニアレプリカンとしてもなんとも思わないというか、流れエシスってなる感じなのぜ。この漫画をタコピーの現在を読んでいない読者が読んだらドン引き展開待ったなしなのぜ。前半で記憶喪失だけどうちら、サザエさんみたいな愉快な家族だね。押してからの、家に帰った時のゴミ屋敷っぷりや、各部屋それぞれ個別に鍵がかかっているという展開がもうさすがタコピーの人という感じ。ここからネタバレ。案の定主人公の部屋は壁重視という文字で埋め尽くされており、学校が始まった瞬間のおめえの責任からが始まる胸クソ漫画。さらにはタコピーさんパネーという部分は残飯をぶちまけるシーンをわざわざ大コマにしてしっかり残飯のディテールをクソ丁寧にストップモーション風で描くというタコピー鬼強いな胸クソ漫画。クソ激烈にヤバ好きでディモールとベネな作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。